カズキとストームのトーク&トーク and beauty。 さあ今日は特別ゲストの飯尾和樹くんもいます。よろしくお願いいたします。よろしくね。広島県の舞台見に行ける人羨ましいと書いてあります。あ、三上さん遠いからね。ちょっと俊弘さんです。うん、読みますよ。舞台サボって井川遥さんとプールに行きたい皆さん、こんばんは。こんばんは。最近漫画喫茶って多いですよね。多いよね。広島には漫画の図書館があります。ほう。公共の施設では全国でも珍しいようですが、よく利用しています。最近は北斗の拳を読み返したり、面白い、小崎リスナーの薄井先生のクレヨンしんちゃんや、面白い、秋元先生のこち亀を借りてます。いいっすよね。そこで今日のテーマですが、2人がハマった漫画を借りてみたいので、新旧問わず推薦してください。そうですか。よく小崎に出てくる宇野浩一郎さんの作品を探しましたが、見つかりませんでした。あれこれ漫画じゃない。あれ小説です。小説ですから、エッチで。そういうことですよ。ハマった漫画多いよね。多い。僕はね、小学校の時ね、最初ハマったのがね、あれなんですよ。伊賀の影丸。影丸。面白かった。楽しみだった毎週。あれで忍者ってブームだったもんね。そうなんだよ。あれから風の藤丸とかね。そう、あれで伊賀と甲賀が覚えた。そう、分かったんだよ。でなんかいつも甲賀がいいもんだったり伊賀が悪もんだ、まあ、ドラマになるとね。そうで伊賀が黒くて甲賀が割とグレーなんで、そうあの頃から黒子とグレー子だそうだったんだ。ねえ、そうです。あれは面白かったよね。サブガリン707。ああ、面白かったね。小学生だよね。そうそう、少年サンデー。鉄人。そう、鉄人28号。僕はスーパージェッタにもハマった。ハマったね。ハマったね。流星王子はハマりましたちょっとクラシックですけどね。ソラン、宇宙少年ソラン。明日のジョーが来て。スーパージェッタ。で、巨人の星と。スーパージェッタ。巨人の星。スーパージェッタも良かったよね。僕はね、でも、うちで揃えたのはね、大学ぐらいになってもう一回ちゃんと揃えたのはね、明日のジョーです。巨人の星です。ああ。いいね。いいよね。明日のえぐるようにうつべし。そうなの、ね。あれ男の子の話だからね。そうだね。あの少年で、ね、男の友情があってさ。そう。俺どうしてもね、力士とるがね、中澤達也さんに見えてしょうがったんだ。意識したかもね。達也さん。ああ。若かったらね。うん。ねえ、そういうのどうだい。素晴らしいですね。何見てたらいいよ。僕はビーバップハイスクールを。ああ、ね。年代が違う、ね。年代がね、若いよね。俺、ビーバップハイスクールを飛び越えちゃって、今、バレーボーイズにハマっちゃってる。よくさ、ね、面白い。よく外国の方がね、日本の、日本のこう電車乗って、大人も子供も漫画を見てると。うん、なんてことだって思ってるらしいんですけど、うん、日本のね、僕もコミックってね、程度高いと思うんですよ。高いですよ、確かに。ちゃんとこう、話があるし、感動するしね。うん。いいんだと思うんだ、俺。そうよ。うん。それはいいじゃないですか。僕、あと、カムイデン、ハマりましたね。白戸三平さん。白戸三平さんってさ、なんか、漫画界で言うと、黒沢明さんぐらいの格だよね。なんか知的だよね。白戸三平って書いてあると、何それだけで信用できるよね。うん、なんていうの、今の人がよく、ユーミンとさ、ドリカムの CD は、聞かなくて買う。ああ。もう、それだけ信頼があるわけで。白戸三平って書いてあるともう、お読まなくちゃ。で、忍者武芸帳ってさ、ちっちゃい時分かんなくて借りられなかったんだけど、うんうん、今改めて見たらあれ、一気の話なのよね。そうそうそう。あれがすごいのよ。農民のね。そうなんだよ。みんな、すごい歴史的なものが、うん、素晴らしい。あとやっぱり手塚治虫さんは、外せないですごいね。手塚さん、白戸三平さん、やっぱり。外せないね。うん。この辺はすごい。白戸三平さんが黒沢さんだと、手塚さんはね、なんだろう。山田洋次なの？山田洋次じゃないな。じゃないな。うん。あらゆるジャンル書いてる。そう。書いてるからね。本当にすごいよね。すごいね。ジャングル大帝もよかったし。もう。面白いよね。本当。火の鳥。面白い。鉄腕アトム。いいよね。いいよね。僕あとあれがハマったよ。ドークマン。花の応援だ。花の応援だったね。あとね、あれもハマっちゃったんだよ。あの人。田村新さん。田村新さんもハマったけど。谷岡泰さん。谷岡泰さんハマった。面白いね。しびれたも読んでて震えたもんね。うん、それからね、もうこれ絶対日本人はもう評価が低すぎる、うん、あのマジンガー Z の人、永井豪さん。ああ、世界ではすごいのよ、永井豪さんってレベルがすごいんだよ。永井豪さんの漫画は黒沢さんみたいな感じですよ。先生だよ。あの世界では、いや世界での方が評価が高いの、うん、面白いよな。デビルマンとかね、面白いよ。マジンガー Z とか、そう、あとジョージ秋山さんね、ゼニゲバとか。あの人ちょっと怖い。あれちょっと重いんだよね。ちょっと怖いんだよね。ジョージさんも最初コメディから入って、だんだんちょっと重くなって、ゼミ側とか怖かったよね。で、はぐれ雲とかさ。
ハグレグもなんか喋ってんじゃない、渡さんがドラマにしてさ、うん、渡さんぴったりだったね。ぴったりだった。あとあれ、お姉ちゃんあっち来て遊ばない？最初怖かったの梅津和夫さんの半魚人とか蛇女。そしたら途中から変なになっちゃって誠君になって。詳しい。そう詳しい。小回り君もハマったね。小回り君くだ、俺小回り君のさ、お前にはそれしかないのか。今のところこれが全てじゃってセリフが好きなの。あ、長谷子さんほらハレンチハウケもそうでしょ。面白いよね。映画になったもんね。うん、結婚仮面とかちょっとエッチなんだよね。ちょっとエッチなんだ。エッチな女の人。キューティーハニーとグラマーな。次はね、俺ハマってるのはカイジなんだけどね。ああそう。俺最近見なくなっちゃったのなんか。カイジね、ぼっとね、あ、いい意味で。嫌な漫画人間のね弱い部分とかね嫌な部分だけをね抽出してるギャンブルの話で嫌な。あと山科圭介さんの C 級サラリーマン講座とかあれもおかしい。ああおかしい。あのおかん女房すっげえブスなんだよ。デブで、あなたおかえりなさい、ダイエットしてる。犬もブスなんだよ。で散歩に行くとすぐメス犬の後ついてっちゃう。妙に毛深い同僚が出てくる。そうそう、気持ち悪いよ。いつも汗かいてで、ワイシャツの下に僕は下着を着ないんだって汗で透けてて、おやー。女の人可愛いんだ、あの人が。うん、山路さんはね、あのおすましも見に来てくれるんですけど、すごいおとなしい方です。あ、ねえ、いっぱい言いましたけど分かりましたかね。あと僕グラップラバキは好きですね。あとやっぱりあの北斗の拳も借りたっておっしゃる、うん、北斗の拳ってのは、ね、今見てもいい。あれね、今見るとね、ちゃんと読むとね、人間愛のことなんですよ。そうだよね、兄弟愛とかね、うん、あれすごいね。それではワンシーンをやってみましょう。シャキン冷たい。コンロに冷たい。お前あのいじめてるの弱い人いじめてる。家食うね、杭が立ってとか。そん、ああ嫌い、コンロに嫌い。あとあまりに早い剣なので冷たく感じる。雑しべたい。あのさ、どうやって死んで何を言うかだけ見たくて貸したもんね。買ってたよ。安倍氏とそう、バービーブーペッポー。ぜひね。でも漫画の図書館とやっぱ広島はあるんですね。でも漫画喫茶か、こっちだ。そうだね。ねえ、漫画もね、うん、漫画のと僕はあと大島由美子さんの漫画好きですね、うん、朝日ソノラマから16巻まで出てますよ。よく知ってるな。早いんだよ、うん、僕が高校ぐらいの時にもうこのまま話したんだ。これ援助交際をテーマにした漫画書いてて、今度映画になったやつなんかね、老人介護の話がね、もう十何年前に書いてる。あ、それがね、ちょっとこうおとぎ話にしたの。ね、あれ H じゃなかった？村上なんとかさんが書いた同棲時代っていう。H だったね。H だったね。ちょっと無機質な H だ。え？上村和夫さん。H なんだよ。ちょっと差し絵みたいなやつ。そうそう、それでこう。あの、北原美玲さんの歌の絵も描いてたよね。それでこう、でこう、二人で寝てて、こうちょっとこう寝てるシーンがあるのよ。こう、愛撫してるシーンがあるの。これできるかなと思ってやろうとして。手首食っておかしくないですか。ああ、実際試した。無理だった。あとあの人は？え？ね、羽村。え？綺麗、本当に綺麗。うーわー。なんとかルイ。ハチュウルイ。ハチュウルイ。ラビーと二人で見て。くだらない。お姉様。なに？雪。まあ、本当に綺麗。でも私たち。うーわー。全然わかんなかった。エロ漫画なんですけど。あとゴーシが。上がっちゃったよ。ゴーシが持ってきた。陰逆死し、過去を葬り去った。バーン。あれ俺も買ったんだよね。俺読んでたらゴーシが、あ、俺それ持ってるって言ってた。飛躍をたっぷり抜いて。あれはね、多分置いてないと思う。置いてない、ね。漫画喫茶にも置いてないと思う。ちょっとエッチすぎるか。最近のエッチなのは置いてあるよ、でも漫画喫茶。爬虫類はないかね。ないもん。うわ、あとあの。あと、笠間史郎さんって人がエッチな絵なんだよね。あとあの、ボクサーのドドドドって、動きが全然ない漫画誰だっけ。そんなのあったっけ。僕、ドドドドド、ボクサーの漫画ね。動き何もねえってのあったね。そんなのあった。ラビーと二人で見てて。何これって。なんて、なんか変な名前の人だよ。ロークマンとかじゃなくて。おそう。うん。絵をうまいか下手かよくわかんない。うん。全然動きが、何活性化してないの。ああ。どう。それも見ましたよ。あ、頑張る元気もよかった。あ、よかったね。ああ。ちっかん。いろいろ言いましたが、見てください。知ってんのあった？あ、頑張る元気が、ちっかんが。
このコーナーではトークのテーマのリクエストを募集しています。郵便番号1077866 TBS ラジオ小崎では、トーク&トークビューティーでお願いします。小崎でわーおいけ、水野晴です。加藤豪です。私たちの戦いと走りの音色はいかがでしたか？